風薫る5月、ひねますのたりのたりとした青い瀬戸の海に上りや吹き流しを立て華やかに繰り広げられるたい網や友の浦の絢爛豪華な海のパレード。ほらよいしょほらよいしょの掛け声とともに網の中に跳ねる桜鯛の群れはまことに見事。さてこのにぎやかなたい網を下ろすときに行われるのがこれまた厳かな包丁式。この式典はその昔宮中大膳寮で鯛に限らず位の高い人のお膳を作るときには必ず行われていたもんだそうです。それを鯛網を下ろすときと初めて鯛が網にかかったときの2回行うようになったもので、鯛網とともに伝えられてきた古い行事です。二人のお巫女さんが浦安の舞を待っている間に包丁人がまず一尺八寸の本身で汚れを払います。屋島の戦いで友の浦に残った平家の包丁人が伝えたものといわれ、流儀も鎌倉時代に遡り、源氏の流れを組むのを小笠原流、平家の流れの方を生駒流というんだそうで、この人ホテルの旦那様北村武国さん、この人の流儀は生駒流。全国でこの包丁式のできる人は11人しかいないそうです。これはおまじないでございます。糸を引っ張って息の良さを見せるんだそうです。さて、いよいよ鯛に包丁を入れます。昔は現代のようにこういった華麗なものではございませんで、もっと素朴なものだったんだそうで、明治時代まで行われていた2回の包丁式も今では鯛網を下ろす時だけになっています。切り方もなかなか難しいんだそうで、包丁と金でできた生箸を使うだけ。巫女さんがうやうやしく捧げ、お皿の上にきれいに並べて式がおしまいになります。これだけの式をやるんですから、鯛はやはり昔から魚の中では身分の高い方でございまして、珍重されてきたわけで、イワシ屋さんまでこはいきませんでな、ジュッと焼いてくしゃくしゃっとこうです。珍しい鯛網の包丁式は今日ご覧に入れたわけです。いや、はい、お疲れ様でした。